どうも、BO25 です。シャリマスやっていこうかなと思います。ちょっとごめんなさい。また音を、でも音これでいいや。いえ、私は余裕ですよ。で、シャリマスを撮ろうと思うんだけど、まぁ、これ今どのタイミングで撮ってるかっていうと、いや、一通り、コイトのウィング編のプロデュースが終わりまして、今すごいスッとなってる状況なんだけど、何かシャリマスを撮りたいなと思ったんですよ。急に、唐突に。雑誌を撮ろうかなって思ったんだけど、シャニマスなんかしてなって言って、シャニマスを撮っていこうと。で、その、シャニマス何していこうかなっていうの、マジ決めてない状態で撮り始めたんですけど、何していこうか。なんかね、今回の回はだから、その、リボーンで言うところの、なんとか編となんとか編の間だと思ってください。そう、だから、新旧祝いに寿司食ってとかさ、なんかそんな感じの回だと思ってください。何していこうか。どうしよっかな。ここら辺の何かやっていきますか。思い出を振り返る。あ、これがあれか。なんだっけ。イベントコミュってやつですね。イベントコミュは何読めばいいかね。皆さんから聞いてなくて、なんか、聞きたいなぁと思って。最後の方の動画でさ、最終回の動画でなんかイベントコミュを、でも言ってねえな。言ってねえな。でこれとかなんかすごいおすすめってきますよね。これ何転換でいいのかな。ん転人何これ何て読むんだっけ。檻だよね。檻じゃないか。ん待ってくださいね。天折りとは言わないでしょ。雨折りとも言わないでしょ。寒か。転換か。やっぱりじゃあ。転換がね、すごいいいって、皆さんなんか言ってるんですよ。なんか他の動画の方見るとね、転換がいいよっていう話をね、聞く。調べたりするとね。あれこっちだっけあれなんでこんな似てんのがあんだよ。ちょっと待って。これはこれはこれはなんだろうこれ、天神かな。ゆるいでしょ。今回こんな回だと思ってください。ちょっとね、疲れちゃった。前までの、あれで。ね。これは、チリだよね。あれ、どっちだったっけこれ。どっちがおすすめって聞いたんだっけな。神だね。天神で一本のやっぱだからね。いやこれどっちが忘れるんだっけ。天官が忘れるのか天神が忘れるのか忘れちゃったな。あ、これ小糸かな。小糸だよな、これね。こんな感じですかね。スペシャル。なるほど。へぇ。これ、めっちゃおもろいわ。41? これなんかあれなんでしょう?なんだっけ?エイプリルフール。ね。へぇ。ちょっと、マジで何も、ごめん、マジ何も決めてきてるんだよ。どうしよっかな。4コマでも読みますか?ちょっと、なんか何個4コマでも読む。1話から読んでいきますか。なるほどね。大丈夫だよ、もうなんか。めぐるちゃん。ファンのみんなのキラキラとステージの時、グバーとなって、ミスタータイプだ。長嶋茂雄さんタイプだ。ね。長嶋茂雄さん、めぐるさんって長嶋茂雄さんタイプなんだ。ミスタータイプなんだね。簡単にこう、ミスターって言うとさ、私一応その、水曜どうでしょうもちょっと好きで見てるんで、なんかこう、ミスターって言ってもさ、その自分じゃ多分伝わってない気でいるんだよね。さっきのミスターは長嶋茂雄さんのこと言ったつもりだったんだけどさ、伝わってないかもしんない。じゃあ俺、2話ですね。神対応。どうしたのそれ。ハトさん、なんか、マノさん、ハトさんついてくる。ハトさんつっちゃった。かわいいな。かわいいよ、見ちゃった。それじゃあみんな気をつけて帰ってね。そうか。
あれですね、なんかアニマエールのさ、アニマエールじゃない、ごめん、違う、スロースターズじゃない、なんだっけ、あのキララで、ヒナコノート、ヒナコノートもさ、ヒナコも確かさ、あの動物寄ってくる体質じゃん、あれ鳥だけじゃないんだっけ、似てんのよね、やっぱね、うん、ヒナコノートはキララじゃないんだもんね、キララだと思ったらキララじゃないんですよ。じゃあ3話いきますか。運勢最悪と、テレビの星座占いも私も全然、あ、魚座なんだ、へえ、あ、ジャストなんだ、あ、なんで見てるだけか。ひよりさん可愛いな。ひよりさん可愛いな。4話ですね、素直。あ、やっぱあれですか、めぐるさんってあのアメリカ出身だからハグっていう。おお、素直なんですね。なるほど、素直ってそういうことね。ちょ、登場人物ここで見れるんだね。へえ、検索もできるんだ。外部サイト行くのかな。あ、アンティークが出てきましたね。クールキャンを目指す場合。クールとはすなわち表情。アンティーカはクール系、まあそんな気はしてますけど、なんか、うん、なんかね、三峰さんとか全然クール系なイメージないからさ、アンティーカって最終的にあれになりそうな気がするんですよね、なんかあのビビ、ごめん、ど逆走、ど逆走、ど逆走、あの別コンテンツ言っちゃってごめん、あのラブライブのそのミューズ時代のユニットにビビっていうユニットがあるんですよ。矢沢にこさんとエリチカ、綾瀬エリさんと、マキちゃん、西野マキさんのユニット、あれビビっていうんですけど、あれなんか最初はクール系ユニットで売ったんですけど、なんかファイナル迎える頃にはあれなんか何だっけ、コミカライズユニットじゃない、なんだっけ、コミックユニットみたいな呼ばれ方してたんで、なんかアンティーカそうなりそうなイメージありますね。全然知らないからあれだけど。天下一、あ、やっぱ、なんだっけ、長崎なんだよね。あ、あ、ドジなんだ。へぇ、そうなんだ。結構しっかりしてそんなイメージあったけど、ドジなんだね。さあ、続いて。まみみさんについてよく分かってないんだよな。なんかね、全然良かったですの、怒られたいってこと、うん。ああ、キリコさん。なるほど、キリコさん多分可愛いって言われ、あ、キリコさんじゃない、サクヤさん可愛いって言われるの苦手タイプなんだね。なんか、咲夜さんってあの、今のところさ、いろいろ、なんか、動画とかのさ、YouTube の動画のコミュとか見てるとさ、たまに見るんだけど、切り抜きみたいなやつ見るんだけどさ、あれなんかすごい言葉の言い回しが独特というか、なんかすごいこう、まあ、言い方悪いかもしれないけど、キザっぽいっていうイメージあるんで、そうだよね。いや、なんかいいよね。いや、なんかやっぱ、フレちゃんといいさ、デリの話ごめん、フレちゃんといいさ、あと、この酒屋さんといいさ、やっぱこう、言葉遣い上手い人ってすごくいい、憧れるんですよね。私もさっきなんかさ、ど逆走って言ったじゃん。あれね、わかんないね、あれ、自然に口出たんだよね。あの、たまによく私、ガチマジって使うんですけど、ガチマジは、あれはライオンズの2015年のスローガン、ガチマジ。ガチで戦うマジラーズ、それがライオンズだっていうあのスローガンがあって、そこから私結構ガチっていう時ガチマジって言うんですよね。ライオンズファンだからね。よく話すってすごか、すごか、何か秘訣でもあると、あれのおかげなのかも。ああ、そうね、三峰さんは、ライブ行く人だもんね。そっか、多分どこだったっけ、なんかこれ 何弁なんだっけ、博多弁だっけ。
これ間違えてるとやばいんだよね。その言葉とかってさ、どうしても間違えてるとやばいからさ、あんま言えないんだよな。10話まで見ようか。この回終わりだわ。そろそろお仕事の時間。あー、キリコさん心配性なのかな。ありとあらゆる可能性をね。そうね。そうね。まあ、電車って難しくないですか。やっぱこう電車はさ、その発車の時間とかあるからさ、あまりこう早く行き過ぎても結局駅で待つっていう展開もあるじゃん。ね。さあちょっと今回は10話まだね、ちょっとバカって見てましたけど。あ、次何？葉月さん出んの？あ、次からあれですか。なんだっけ。もうまだ名前覚えてないんだよな。桑山さんとさ、あとあれでしょ、天下さんと天野さんのメンバー覚えて、ユニットも覚えてないですけど。さあ、まあ10話まで読みましたと。プロデューサーさん、曲でも聴いていきますか、じゃあ今度は。みんな視聴できるからね、これね。何個か聴いてるんですよ、これね。これは聴くよね、だってね。まあ、これはね、やっぱりその、私が一応その、なんて言うんでしょう。ね。シャニマスをやろうとなったきっかけなんですけど、ね。そうね。まあ、本当のこと言っちゃうと、これじゃなくて、まあ、これとソールドアウトのマットなんだけどね。これ聞いた後にさ、やっぱすごいあれだからさ、何回か聞いてるんだけどさ、これ聞いた後さ、ドリームドライブ聞くとさ、似てんだよね、こことか。塩が足んねえってね、塩が足りてたらバレなかったってコメントありましたけど。私はこれはライブ中に1回しか流れてないんですよね。やっぱいいよね、アイアイ役者ね。好きなんだよな。どれ聞いてっか。この、ちょっとこのさ、この画面のさ、シャンガスのさ、この選択難くない？マウスロールでやるとさ、めっちゃいっちゃうんだよね。これ声との総力なんでしょ？これ何回か聞いてるし、なんなら私歌詞見たんですけど、めちゃめちゃあれなんだっけね、歌詞なんか救いようがないというか。すごいポップな音楽に乗せて、めちゃめちゃその努力しなきゃっていう、そのまあ恋人のその最初の方のさ、例えばコミュの車の中の時のコミュのさ、背中3つの頃のさね、幼馴染に置いてかれちゃうみたいなコミュのね、状況なんですよね。こことかだってさ、まあ、なんかとにかく頑張るしかない。こことかも願望だもん。みんなみたいにっていうのがやっぱりあれなんでしょうね。そのムッチルのさ、3人のことなんでしょうけども。ご切なすぎじゃない？ちょっと
切なすぎよねやっぱね。大好きな本の主人公だったらみんなみたいになれるのに。そうね、この CD 買うとこのメンバーのソロが全員聴けるってことですか。 1,2,3,4,5,6,7,8 曲入ってくるとすごくない。まあなんでしょう、あれですよね、あのえ再生止めた、あ、こうこうでか、やっぱさ、あれ恋とは切ないですね。やっぱそうね、すごくね、こいつ P になってよかったって思ってるんですよ。そのウィング終わってさ、一通りしたから、やっぱりすごいこいつに対しての思い入れて強くなったんで、こいつ P になってよかったなって思ってるんですけど、なんだろうね、最初はすごいこう勢いで決めたもんね、こいつについては。チョコさんと、うん、まあ、二択になって、ファッってなって、最終的にこいつを選んだんですけど、うん。よかったもんね、なんか。なんだろうね、なんか私はあれなのかもしれないな、なんか普通で努力する子が好きなのかもしれないな。うん、うずきもそうだけどさ。ね、うずきもそうだしさ、まあコヒー、まあそっか、ニコニーとかだって振り返ればそうかね。だってまあ例えばエリチカだったら本当にこうダンスやってたりとかさ、ハーフだったとかあるしさ、その他結構みんな個性持ってる中で、ニコニーってやっぱどうしてもちょっと劣る、なんか特に何かあるわけでもないっていうところでね、やってたし、まあでもニコニーの推しのなり方に関してはちょっと特殊だったんですけどね、あれは。うん、そんな感じです。いやー、よかったですね、ポイント説明で。じゃあノッチーの曲でも聴いてみて。ノッチーの曲はまだ聴いたことないと。一応私、定義上、ノクチュル担当じゃないですか。ユニットだったらの話ね。どれが一番最初なんだろう。これなのかな、これ何回か聴いたことあるね、ライブ中にね。もう20分になるの、なんだかんだ。撮影の時間すぎる。20分になるんだね。ちょっとこの話、いや、曲聴きながらなんですけど、いいっすか。あのさ、ノクチルってさ、こう、なんて言うんでしょうね、こう、ノクチルってだけの空間があるじゃないですか。このジャケットとかもさ、からも感じるんだけどさ、この、やっぱ幼なじみっていうところで、その、ノクチルってだけの空間、なんかその、他のユニットってやっぱその、初めて赤の他人として会ってから、ユニットになったっていう感じだけどさ、ノクチルってさ、なんかあの元から幼なじみだからさ、なんかこうよりこうなんていうの、周りが入れない感じあるじゃん、なんかすごいよね。うん、これ仲良きだな、この感じの曲好きですね。なんかこうバッてやる感じ、あの YouTube のこの動画とかでさ、なんかホーム画面のアイドル同士の掛け合いみたいな動画を見たんですけど、あのひななさ、あのノクチルメンバー以外が絶対その名前で呼ばないっていうところをなんかコメントされてるのを見て、あ、そうなんだって見てみたらさ、そうなんだよ、確かにね、なんか、まあ、ひなな自体がその結構全員受け流してる感じするんだけど、そうだなって、なんかそういうところでもなんかさ、やっぱりこうノクチルメンバーにとってさ、ノクチル以外とノクチルのメンバーってさ、こうなんていうの、区別してるというか、そう、あの、しっかりそこはそこで境界線作ってる感じがさ、すごくないですか。そういうところがなんかね、若干こう、切ないというか、なんかこう、いい意味で切ないんだよね。なんかちょっと悲しいというかさ、4人だけの世界はやっぱり誰からも分かってもらえなくていいからみたいな。この感じとかすごいんですよ。ね、恋人なんて
すごいからね。コイトはだってあれだよ他のアイドルとまともに話してなかったよ。なのにノクチルだけはすごい話してるじゃんか。なんて言うんでしょうね、この内弁慶って言っちゃえばそれまでじゃん。だけどさ、なんていうの、本当にこう、いや、いい言葉でね、もう区別してるとしか言えないよ。ノクチルっていう一つの、なんていうの、施設っていうか、世界っていうか、国そこに入るにはもうパスポートとか必要みたいな、そんなイメージでさ、あとシャイマスにね、全体的に感じるのは透明感がすごい分さ、結構その悲しい物悲しさを感じるんですよ、シャイマスって結構。なんかその一応私はアイマス関係で言うかデレマスの方を先に見てたので、ね、デレマスって結局結構明るめでさ、なんだかんだ多分最終的には丸く収めるというか成功なんですよ。そのこう全体的にこう、なんていうんでしょう、こう、グワッてくることはない。基本的にコンビとか見てても全部こう、まあ、緩やかにこう進んでって、まあ、たまにトラブルあるけど、結局そう、ゴールにたどり着くみたいな。明るくゴールにたどり着く。まあ、ある意味シンデレラで、だからね、シンデレラの最初は、まあ、ダメだったけど、最終的には結局良くなるよっていうのが、その、シンデレラのお話じゃんか。シンデレラなんだよね。シンデレラのお話じゃんか。だから、なんか、明るいなって感じてたのが、平和だなって感じたのが、なんていうの、その、シンデレラガールズだったんだけどさ、シャリマス、シャイニーカラーズはさ、なんか、危なっかしいんだよね。もろそう。そう。絵の透明感も相まってさ、なんかキャラ全体的にさ、みんなつけ透明じゃんか。だからさ、そう。だからね、かっけえな、さっき言った。ストレイライトもかっこよくなるよね。全体的にこう、透明感がすごいからさ、もろそうなんだよ、すごい。危なっかしそう。なんか、一つ間違えると全部崩れそうな感じがしてて、なんか、怖いっていうかさ、扱い気をつけなきゃって感じになるのが結構シャニマスのイメージ。だから結構シャニマスさ、やってみて思ったけどさ、難しいのよ。難しいし、結構容赦ないんだよね。ウィングさ、もう落とすときはとことん落とすじゃんか。あれ準決勝になってようやくなんかコンティニューみたいなさ、ちょっと救い来たけど、なんか、でもなんか、それまですごい容赦なくグワーって落としてくるからさ、でそう、落とした時用のコミもあるからね、そんなもんあるかと。ね、でも危なっかしいイメージあるんですよね。だから、現実かなって感じがしてます。なんかそれこそそのホームの動画の掛け合いの時もさ、そのコメントにもあったんだけど、なんかすごいこうシャリマスってみんなが仲良しじゃないから現実感あるよねっていうコメントあったんですけど、その通りだなと思って、そうだなと思って、なんかみんな確かに仲良しじゃねえなと思ってね。結構やっぱそこってやっぱりその翼プロとミシロプロのさ違いなんだろうね。なんかあくまでミシロはソロでやってさ、でソロでやってるところでたまにユニット組むよねっていうのが結構ミシロのイメージでさ、翼は逆にユニットメインでたまにソロみたいなねイメージ持ってるんで、そこも違いなのかなと思いました。なんだかんだも24分ですから終わりましょう。ありがとうございました。なんだかんだシャニマスの動画撮りてつでシャニマスの動画撮るだね、才能かなありがとうございました。チャンネル登録も待ってます。バイバイ。